じゃあやってきます。前回の続きから、今7つ目の楽器を集め終わりました。次はそうラストの楽器を集めに行く。どこに向かうんでしたっけ。そうだ、多分西の方かな。西の方だ。うん、行くよ。はい、さあワープして、持ち替えてさっさっさっとね、この辺はもうサクサクとね、向かいますよ。もうね、結構この、まあ、シリコリンク長いこと冒険してきたんで、ちょっと待って、ここじゃないな。あれ、西はどうやって行くんだ。わからんぞ。待ってや、もしかしてこっちの上なのでは。ここ何でしたっけ。あららららら、あれ楽しそう。何何、どうした。いや、やっぱし空飛ぶここが一番いいだよ。うん、だけなの、それ返せ、俺のだ。何、もうここで飼われてんの、あいつ。まあいいけどさ。よし、あれマリンちゃんじゃん。どうしたの、どうやって行ったの、そこに。え、あ、リンク、魔物たちが意地悪してこんなところに意地悪されたんだ。どうしよう、怖くて動けないよ。また高いもんな。待ってろ、助けに行くぞ。まずフックショットだ。あれ、あすごい。これマリンちゃんに飛ぶつもりだったのに、なんか奥の、まあ、なんか結構オーライになったね。オッケーオッケー、リンクありがとう。あのね、リンク、あのね、私なんだ。お、そして、おこれはマリンのお父さんのかな。マリン、おーい、あ、タリン、え、タリン呼び捨て、ん、え、どういうこと、これも何、お父さんじゃないのか、あれ双子、もしかして兄弟、え、そういうこと、え、それとも親を呼び捨て、文化が違うのかな、ん、どういうことなんだ。あ、来た来たよ、謎の袋。あの娘、卵の前で目覚めの歌を歌ったのじゃ。風の魚の歌は目覚めを告げる歌。まさかマリンは風の魚を起こそうと。おほう、次にある楽器は西の山の亀岩じゃ。亀の形をした岩に息吹を吹き込み、恐れず勇気を示すのじゃ。風の魚は待っておるぞ。亀岩。亀岩ね。亀の形をした亀岩ね。了解。シルコリンク、向かいます。ちょっと待って。おっ、どっちだ、ん、ん、こっち、こっちかな、あっち、違うね、じゃないな。あ、なんかここ前来たな、多分。湿気、前にここに来てちょっとこっちじゃないなって気づいたんだよね、確か。そう。あ、じゃあ早速タルタル山脈、はいはいはい、このねルンバをね、そうルンバがいたんだよここに、ね、このクッキーがいっぱい降ってきて、クッキーというところな、なんかね、ディズニーのあのおなじみのチョコのお菓子が降ってきて、あった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 、ちょっと登れない、なんだなんだなんだ、あったあったあった、よーし、シャイ、ねねねね、てほらららららら、あー、ここで、お、なんだ、なんかゆらゆらしてないか、あの石、え、ちょっと行けないぞ、降りんの、降りちゃいますよ、はい、あ、見つけたぞ、
なんかあるぞ。はい、ゆっくり待ちます。テレレレレレレン。はい、よし。で、進め。おお、なんだ、こうかこうかこうやな。ほらほら、うん、あた、え、やばい、どうしよう、どうやって、うし、危ない。はいはい、きた。あ、これね。ああ、これでいつでもここにワープしてこれるんだぜっていうことですね。はいはい。あ、下、下気になるな。下。あ、ウルギア爺さんの。あ、なんか気になるあれ。まあ、いっか。あ、ウルギアタイムですね。キャッ、チーコチーコチーコ。プルプル、ガチャ。ウルギアじゃ。亀岩の頭が邪魔かの。命を吹き込めば動くかもしれんぞ。ほんとほんと。役に立ったかな？ウルリラー、ガチャ。なるほどね。オカリナを吹けばいいわけだ。なるほど。おっと？おっと？なんだ？ちょっと見たことない敵が。おー。はい。はい。はい。あ！ちょ、間違った。ね、命を吹き込めばでしょ？これだよね、多分ね。これだね。あ、どうなる？これが神岩なの？お？なんだ？お？お？え？ちょっと待って、敵？え、敵になったやん。お？なんだなんだ？ちょっと待って。待て、ちょっとこうか、違うな。え、痛い、何、どうしたらいい。ガード、え、聞かない。なんだ、弓、爆弾かな。え、どうしよう、どういうタイミングで置こう。なるほどね。あ、これどう、どう。お、いける。オッケー。ブルブルしたら置く。ブルブルしたら置く。はい。ちょっと早いか。お、なんだ。お、中身が出てきた。はい。ブルブルしたら置く。ん。はい。お、亀っぽいのが出てきた。お、ちょっとなんだ。お、ブルブルしてる。はい。あれ、当たんない。え？ぴったりのタイミングじゃないとダメなんか？あ、当たんなくなっちゃった。どうしよう。ここで、どう？あ、全然ダメ。よし。早い。え？どうしよう。あ、もう直接攻撃できるってことか。オッケー。あ、くそ。もう一回だ。ガードして殴る。はい。ガードして殴る。いいよ、パターン入った、完全にパターン入った。はい。で、もうちょっとかな。はいはい、さあ来い。はいはい、ちょっと気絶してほしいんだよな。あ、これ避けたらどうなる。お、いいね、避けましょう。じゃあね、すはい。で、ちょっと待って、やばいぞ、死ぬかもしれない。でも俺は使わない。こっちの方で待機で右に走る。よいしょ、バシバシバシっとね。はいはい、いいよ。あら、すごい顔してるね。あ、妖精だ。回復。さあ、亀岩の頭が入り口になってたんだね。さあ、亀岩。そう、ここが亀岩。ダンジョンか？これダンジョンなのか？
ダンジョンなのか？いて。なんだ？え？ん？ん？よっしゃ。え、逃げられちゃう。ちょっと待ってよ。いや、矢とかどう？弓矢。つっ。おー2匹になった。よし、これはダンジョンですね。どうしたものか、ダンジョンパート入ってしまった。まあ行きますか。ちょっとオッケー。お、出たな、このボス。このボスは確か、あ、そうそうね、そういう感じ。どん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 って突っ込んできて、避けてからの攻撃ね。はい。はい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 。はい。はい。ガン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 ってね。そういう。おおお、はい。回復して、なんだこれ。ん？動かす。あー。なんです？なんですの？え、何ですのあれは。これなんか下に、はい、おお、オッケー。これ絶対ダンジョンだよな。まあ進んでいくか。あ、出た。あ、見たことあるこいつ。よいしょ。おららら、あ、ちょっと、お、一瞬じゃないか、もう。いや、もう成長が見られる。中ボスたちを倒していく感じなのかな。うわ、また出た、こいつ。こいつは嫌だ。今回は弓でサクサクと、あ、あらら、あら？ちょ、え、ダメだ。え、面倒ですね、この人。あ、これやばい。矢が足りなくなる。ちょっと粉振ってみる？どうだろう。あ、効かない。どっか飛んでっちゃう。すごい面倒な敵だな。なんかあるのかな？手段が。いい手段がありますか？はい。やっと。こうなっちゃえば別に大したことないんだけどね。よし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 。ちょっと苦労したね。で、さあ戻りましょう。まあ、せっかくなので回復を取って。うん。あ、これは、次は上行ってみようかな。はい。はい。はい、オッケー。これで、なんだ？ニョロニョロがいて、なんかあるのかな？何も見当たらない。あそこに火をつけたい。火はつかない？爆弾だったら届くかな？ほい、どうだろう。火はつかないか、これで。あー、つかない。ここなんかあるわけじゃないよね、きっと。どうかな？超えられないもんね。あそこに粉は触れないもんね。じゃあどうしたらいいんだろうな。まあ、ちょっと後回しにしますか。困ったね。なんか難しそうだね、ここのダンジョンも。今度は右行ってみよう。あ、この魔法の粉があるけど、正直魔法の粉じゃなくて今は
あの、矢と、お？これもしかしてこいつに使うってことか？お、はい。あ、違うな。なんだこれ。あ、そこにあった。最後に見つけた。まさかのね、全然気づかなかった。はい。うわ。くっそ。はい。これは、そっか、向こうからなのかな、じゃあ。やっぱりこのダンジョンもなかなか手強い感じがします。あ、出た。はいはい。こいつはねもう結構慣れたもんですよ。はい、で一回地下に降りまして、はあ、例えばこいつにさ、おお、クリボーに使うと消えるんだ。知らなかったね。なんか結構コメントで、その、いろんなものに使ったら、何か起きるみたいなね。魔法の粉をね、もっと使うべきみたいなんで、使っていこうかなと思うんですけども。はい。ぴょん。ここは、まだだね。あ、懐かしい。そい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 。ほら、この野郎。ほら、ほら、ほら、よし。容赦しませんよ、こんな。あ、なんか、これで、は8体いるんじゃないかなぁ。いや、6体か。亀といえば、6か。ね。どうしよう。下行くか。戻って、ちょっと、くちばしの話を聞きたいな。気になるからね。はい。よし。道作る岩、L にて操り床すべて埋めるべし。すべて埋めるべし。すべて埋めるべしだったか。これをすべて埋める？無理ではないのか？わあ、間違った。多分ね、こう、はや。下、左、こうだと思うんだけど、どうだろう。これで折り返してきて、よいしょ。なるほど。まあね、こういうパズル要素はね、得意なんでね。今頃きっとコメントで、はい、賢いっていっぱい書かれてる違いないな。さあ、で、次はどこだ。おっと、びっくりして落ちちゃった。あちゃちゃちゃ。くっそー。よいしょ、危ない。このよいよい、んー、ちょっと待ってから、よい、オッケー。鍵が2つあるね、今ね。鍵どっかで使いたいな。この辺押せないの？押せない押せない押せないね。あ、押せる。あー、でも向こうから来るやつかな。そこに道があるってことは、ん？あ、
見落としてたね。ここ爆弾の壊すとこ。はい、あーっち行きたいな。なるほど、これね、こうでしょ。はい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 。で宝箱を、うん、てててて、ん、地図。え、広広、マジこんなに広い。しかもあの左下の場所行ってないな。あれ気になっちゃうな。で、ええ、これはどうしたらいいの。これはまだ行けないとこかな。じゃあってことはこっちじゃないんだ。あ、ここの正面行ってなかったね、そういえばね。一旦こっちの、左下、あの左下にちょっと行ってみよう。気になる、気になっちゃうからね。あ、これももしかして全部埋めたらなんかあるのかな。ここ行って、ここ曲がってからの、よいしょ。おー。あ、なるほどね。たらたらたらだ、あ、ルピーだ。20ルピー。ちょっと嬉しい。ちょっとね。よし。よし。下なんで行かなかったんだろう。気づいてなかった。あ、うわ、すごく重要そうじゃない？この宝箱。うわー、コンパス。コンパスがね、こんなところに。さあ、これで、まあ、必要なね、ダンジョンで必ず必要な地図と、くちばしと、コンパスと、揃ったんで。あとは、順調にクリアを目指していきたいと。思います。一旦パド区切ろうかな、この辺で。そうね。じゃあ、こっち。ここだ。長くなりそうなんで、区切ります、ここで。また次回のパートへ続くということで。じゃあ次回も見てください。バイバイ。